はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、亀山声です。今日も早速練習見ていきましょう。今日は、Tスコアをね、上げるべく練習をしました。内容はと言いますと、セア抜きの、投資を2本、プラスアルファで、旋回5周から E で、降り技がねできるまで、 E 難度で降りれるまでやるということが2本と、あとはセア倒立から、コンバインまでと、その3本を軸にして、あとは、気になったものをやるというような練習をしましたね。昨日に引き続き練習したので、もう今日筋肉痛がパンパンで、もうすごかったですね。筋肉痛もそうだし、やっぱりこう体と気持ちは連動していて、体が辛いとこう気持ちもねやっぱ持っていかれて、やる気がなかなか出ないっていうような状態だったんですけれども、やる気は関係ないですから、とにかく掃除の理論で、やるとどんどんこう、気になってやっていくと、とにかく始めてみると、そういう感じで今日は練習してみました。あとはですね、全日本シニア大会を終えて、振り返ってみると、俯瞰して考えたんですけれども、まずはやはり、いつも常々心技体と言ってますけれども、やはりこう体を最初は鍛えて、でし、その中に緊張感のある日が、ちょくちょくと入っていって、で試合が近くなっていくと、どんどんこうメンタルに細っていくというか、メンタルに傾倒していくような傾向なのかなと思いました。ただこれが成功原則ってわけではなくて、これも一経験としてね、そういう流れだったなと、覚えておくだけでもいいんじゃないかなと、思いました。いやー、今日は本当にきつかった。いや、もうちょっとこう最後の、セア抜きの2本と、それからセア入れてコンバインまでっていう、この3本の柱でっていう話をしましたけれども、このセア抜きの投資をもう1本やるかどうかすごい迷ったんですよね。非常に迷いました。これはもうヤスキーに流れそうになると、人は弱い、亀山は弱いですから、もうヤスキーにめちゃくちゃ流れそうになったんですけれども、でもやった時とやんない時をこう冷静に考えてみて、やった時は多分筋肉的な疲労は来るだろうけど、多分やったというね、なんていうんですかね、自信みたいなのがつくだろうなって思って、もしやらなかった場合、筋肉痛ありますから、体はどんどん回復していくだろうなと、思うんだけれども、なんかやんなかったっていう、このなんていうんですかね、心の隙間というか、ちょっとこうマイナスなものを抱えてしまうんじゃないかと、冷静に思ったわけです。その時に、いや、もうこれ行くしかないっしょみたいな気持ちに、入れたのは良かったですね、今日。特にで終えてみると、やっぱり良かったなと思います。やって良かった。やらないでやっぱりね、あと時間の制約もありますから、1年という制約の中で やっていますから、なるべくこう妥協なくね、いきたいなと思います。間違って選択だと思ってないで、こう安気に流れていくっていうのが一番怖いですから、そういうところはね、かなりこうアンテナを張っていて、張りながら練習していきたいですね。でこれ、その迷った挙句やる3本目ちゃんと言い寄りまでできて、良かったなと思います、ね。なんか折り技がね、ちょっとこう技術的につかめた気になってます。いけんじゃん、言ったそばからこういうことやりますけども、なんか、これ疲れてるからっていう言い訳をして、いけそうだなと、技術は細かいんで古代割愛しますが、今後も頑張りたいと思います。